美商百貨店はかつて、有楽町一丁目の日比谷交差点角にあった、日本の百貨店である。関東大震災の後の昭和初期には、伊勢丹本店は、神田区畑子町二丁目にあり、初代、小菅丹治の頃から40年以上続いた店舗あった。しかし、関東大震災以降年を追うごとに、神田が都心ではなくなり、今後の改善も見込めないことから、移転先を検討していた。 一点先の候補地として、日比谷や新宿のほか銀座や日本橋なども候補に上がった。その中で、初代、小菅丹治が1910年に、日比谷の旧中山港屋敷屋との約1000坪を借りて、百貨店事業への進出を計画したことがあったことに、加えて、1931年に、常磐生命保険から同社が、有楽町一丁目の角地に建設するへの出店を、 持ちかけられた。この日比谷への伊勢丹の出店構想について、二代目、コスが丹治は三日間にわたって自ら交差点付近を観察した上で、百貨店に向かないと判断して、この提案を断ることにした。そして、関東大震災直後に、後の東京会館の横で一年間営業した新宿マーケットが好調だったことや、 同時期同様に三越が新宿に開設したマーケットを拡張し、運転としていることなどもあり、二代目、小菅丹治と御千代氏の兄弟は、その立地条件の将来性を高く評価して、新宿出店を主張していた。しかし、東京市電気局所有の千坪を落札して、進出する新宿への出店計画は、入札の保証金など、巨額の費用がかかり自社の資金だけでは、 困難なことや、1877年に創業の老舗、補定や百貨店が隣接していたが、百貨店が隣接して出店することが、世界中で前例がないということなどから、成功しないとして反対する意見が出て、伊勢丹社内は、分裂状態に陥った。特に、伊勢丹の創立者である、小菅丹治の弟で、小菅号名会社代表社員を、 昭和3年1月14日に亡くなるまで勤めた細田貞三郎の息子で二代目小菅丹治の重邸である細田正康が日比谷の常磐生命ビルへの進出を強く主張したため二代目小菅丹治が日比谷出展計画の危険性を解いて説得を試みたがうまくいかなかった美少百貨店の売り子時代にスカウトされて富士映画の女優になった 美笑藤子こうして1931年7月に伊勢丹を退社した細田正康が時は生命と共同で設立したのが美笑である。この美笑の創業時には伊勢丹から細田と共に移籍する社員もいたため、伊勢丹側も社内の同様に苦しむことになった。そして日比谷常磐生命ビルの地下1階から8階までを借り 近代人の新百貨店というキャッチフレーズを掲げて1931年10月15日に美少百貨店が開店することになった。しかし、美少百貨店は開業早々から経営方針をめぐる対立が社内で生じたため、開業後7が月足らずの1932年5月に細田正康が退社してしまった。その後も美少百貨店の経営はうまくいかず、 1935年6月15日に閉店となった。美商は百貨店としての営業の終了後も地下の食堂だけは営業を継続したが、キャバレー、銀座パレスを経営していた榎本忠氏が買収したことから、1935年9月に同月20日で明け渡しをする書類に美商百貨店側も応援することになった。これを受けて、 同年10月11日午後2時から裁判所と時和生命の弁護士らによって立ちのきの強制執行を受け強制的に営業を終えることになったこの強制執行後に店舗後で榎本本氏がキャバレー美少の営業を行っている後に店舗後のビルは所有する時和生命保険が前川生命保険と帝国生命保険になった後に 朝日生命保険と合併により変遷したため朝日生命日比谷ビルとなり、その後日比谷マリンビルとなった。ABCDEF 伊勢丹広報担当者し、編纂事務局編、伊勢丹百年史三代、小菅丹次の足跡をたどって、伊勢丹、1990年3月。ABC 菱山達一、伊勢丹75年の歩み伊勢丹、1961年10月。 ABCDEFGHI 二大小菅丹治伊勢丹1969年9月16日片山又一郎伊勢丹百年の商法表現者1983年1月 ISBN 978から48億2820万163 ABC 微小の近い食堂を芝叩く間にガランドを荒々しい強制立ちのき 時事新報、AB 福富太郎、昭和キャバレーヒシ、川出処防審者、1994年4月、ISBN 978から43億900万9063、ありがとうございます。